皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね8月2日水曜日ということで、今日はドルユーロね、この先週末、金利発表から月火と急速な勢いで円安にいっていたのが、今日は一転円高にいっていると。で、自分が思ってるのは、朝、そのドルに対する格付けがですね、下がったみたいなニュースでドル売られてる、円高みたいな、記事というかね、投稿が結構多く見られたんですけど、自分は全く違う見方をしていて、明日かな、ISM の発表だったり、夜、ADP 雇用統計で、週末に雇用統計かな、があるっていうところを、メインで今円高なんじゃないかなと思ってますね。で、いつも ISM の前って日経平均がね、前日ですかね、売られることが当日か前日ね、500から、1000の間、ちょうど700とかね、今日それぐらいかなと思いますけど、売られることが多くて、で、今日も大きく下げた銘柄、この後1個見ていきますけど、ゼンショーホールディングスなんかもね、ありますけど、この前に、トンピンさんのヘリオスが大きく下げたのも、為替のね、大きなイベントとか、地合いが大きく崩れるタイミングで、大きく売られたっていうこともあったんで、こういったタイミングでね、大きく下げる銘柄、悪材料が出てないけど、利確だったりとか、損切りとか、いろんなことが重なって大きく下げるっていう現象は、そんなに珍しくないかなと思ってますね。なので、株しかやらないって人でも、為替の、スケジュール、イベントを知っておいて、マイナスなことは絶対ないと思うんですね。いつも、最初のね、動画の最初に、為替の動きっていうか、動向を言っているんですけど、別に FX を推奨してるわけじゃなくて、自分はね、最近、ヘリオスの後はね、特に新しく株買ってなくて、FX メインでやってますけど、別に FX やらなくても、とりあえず大きく、円安か円高とかね、今週雇用統計がある、雇用統計の前は日経平均が大きく落ちる日があるとかね、1日前、2日前とか。で、把握しとくだけでも、今日は買った方がいいのか、利確した方がいいのかっていう、かなり基本的なことですけど、それぐらいはですね、武器として持っててもいいんじゃないかなと、自分は思っています。で、昨日のニューヨークダウ、プラス71なんですが、今言ったようにね、日経平均の動きみたいなの見ると、今日か明日とかね、もう一回大きい調整来てもおかしくないなと。理由としては今言ったこのイベントというかね、大きな経済指数が出るというところなんですけど、前回、先週ですけどね、の FOMC でも言っていたように、今後の、利下げはまだすぐじゃないとしても、利上げのタイミングとかするかしないかに関しては、そういった、経済指数とかに依存するという感じなんで、かなりね、その前に激しく慌ただしくというかね、動いてもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。よほどかけ離れた数字が出れば、かなり円高に動くし、言ってもね、今もう142とかね、朝143ぐらいでしたけど、なので、145ぐらいまでしか、上げ幅としてはそこまで大きくないと思いますけど、円安にもう一段行く可能性もあるし、で、かなり数字がね、下がっていれば、円高に、結構上げ、下げ幅としてはでかいと思うんですよね。直近も138の、抵抗線ありますけど、138までもね、ここからまだ4円ぐらいあるし、直近も138タッチしてからいきなり5円とかね、ユーロもいきなり5円、6円円安に戻しているので、このレンジだとしてもかなり短いスパンでね、上下かなり激しいんじゃないかなと、自分は思っています。で、さらにユーロに関しては、たまたまっていうタイミングもあるかもしれないですけど、やっぱ157、158と若干こう右肩下がり、高値切り下げつつ、ダブルトップから今トリプルトップ。この後下がるか分かんないですけど、下がるとトリプルトップのような形で、ユーロもより一層ね、ここが重くなってくるかなと。それを抜けてしまうとね、高値更新さらに強いと思いますし、この壁超えれないと、上がね、かなり意識される展開なのかなっていうところですよね。で、早速、銘柄見ていきたいと思うんですけど、材料で見ると S サイエンスの決算。そんなにね、変な話、注目銘柄とか、いい銘柄っていうのも変ですけど、ではないんですけど、懐かしいなと思ってね、今日決算出ていて、昔、もう10年以上前ですけどね、は、よく見てたなと思いました。その時が1円、2円だったんですかね。でも今、分割とか多分して、
20円とかになってるんですけど、その時持ってたら何倍になってたんだろうな、高値で何倍になってたんだろうなとか思いますけど、まあ、その S サイエンスの、まあ、決算とかですね、まあ、だからその S サイエンス見た時が自分が、まあ、22歳とか多分それぐらいだったと思いますね、20前半ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その久々に S サイエンス見たりとかね、まあ、今日話題になっているというか、材料特にないんですけど大きく落ちてる、まあ、全商ホールディングスとかね、見ていこうかなと思います。はい、で S サイエンス、ザラはマイナス 1.4% 下げということで、まあこういったバーコードちょっと見慣れてますかね、あのアジア開発とか、まあ、最近の DDS とかもこんな感じですかね。あとピクセラーとか見てる方はこんな感じかなと思いますけど、まあ、ただ PTS は 30% 上げのプラス 6.9、まあ、6.9 円上げでもね、まあ、元々のその価格というかね、あの数字が低いんで 30% プラスということになってますが、早速 S サイエンス材料を見ていきたいと思います。はい、S サイエンスですね、今期経常を一点ですね、黒字に上方修正ということで出ています。従来予想1億2000万円の赤字から700万円の黒字に上方修正し、まあ、一転して黒字に浮上する見通しということで、4から9月期、上半期ですね、従来予想の、9600万の赤字から2300万円の黒字に上方修正したということで、 PTS30% 上げとなっています。で次はですね、はい、で次はソシオネクスト、まあ、マイナス 432% 下げなんですが、まあ今日の試合を見るとね、相対的に他も大きく下げてたとか全般の試合考えると、まあ、そこまで暴落とかソシオネクストだけが売られたっていうわけじゃないのかなと思いますね。まあこれ見てもかなり強いチャートなんで、まあ、材料というかね、あの決算数字ありきの上げなんで、まだあの様子見でいいかなと。まあただ一応陰線ではあるので、明日以降ね、陰線続くようであると、また1万5000のね、底値まで向かっちゃうと、まあせっかく上げてね、2万の窓閉めれないのかっていう感じはしますよね。でちょっとこのソシオネクストの、チャートを見ながら、いくつか注目銘柄を読み上げていきたいと思います。トンピンさん銘柄、海阪、3% 下げのマイナス18ですね。で、ダブルスコープ、プラス50ということで1487、この試合の中でもね、3.4% 上げということで、まあ、昨日はちょっと大きく下げたんですが、今日ね一気にこの試合の中上げてきました。で A バランスマイナス 444.8% 下げで、まあ、かなりね8700あるんですけど、まあ、ちょっと8000の台のサポートラインちょっともみ合ってきて、これ崩れるともう一段下、まあ、7000台のサポートラインということで、ちょっと上値が重くなってきたかなと思う A バランスですね。で次はですね、 GNI マイナス 43.3% 下げということで1255、まあこれね、もう50とか、まあ、100ぐらいですかね、もう100ぐらい下げれば、まあ安いとこ拾いたいなっていう価格帯ではあるかなと、まあ自分は思っています。で、最後に、まあ最初に言ったちょっと今日大きく下げた全商ホールディングスですかね、見て終わりにしたいと思います。はい、で全商ホールディングスですね、マイナス 1118.14% 下げということで、今日かなりね大きく下げてますね。チャートで見るとコツ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 上げてきたのに、今日とんでもない出来高でね、一気に、まあ、壊されたというかブレイクしたという感じですが、まあ一応ね、まあ、たらればになってしまいますし、まあ、チャート見てなかったんですけど、まあ、昨日が十字の陰線なんで、まあ、今日分岐点になる可能性もとは思いますけど、まあ、なかなかね、ここで入れないっていう、まあ、実際今まで上髭の陰線とか全然あるんでね、なかなか、これを言うには、まあ、たらればになっちゃうかなと思います。まあ、唯一言えるとすれば、まあ、今日最初に言ったように、ISM の前で、雇用統計控えてね、ちょっと地合いが売られやすいっていうところぐらいしかね、なかなかヒントになることはないんじゃないかなと思いますが、PTS は、まあそこまでも下げてないですね。マイナス4なんで、まあ全商ホールディングスっていうとですね、まあすき家が柱で、さらにはま寿司や、ココスを展開している、まあ外食、まあ小売ってなってますよね。まあ時価総額確か2兆円弱ぐらいあったと思うんですけど、で、まあ今日の、まあ、下げに関しては、まあ自分はさっき言ったように、まあ今までのね、大きな上げの利確と、まあ今日の全体的に相場の、まあ、売りが重なった形の、まあ特に際立ったのが全勝かなと思ってますけど、はい。
で最後にですね、一つ、ゼンショーホールディングスだけの記事ではないんですが、今日ね、地合いが大きく下げて768円安、利食い急ぎで、今年最大の下げ幅2ということで、こちらの記事出てますね。で、その中でも、大きくね、下げた、大型株というところでは、個別レーザーテック、ソシオネクストなどね、半導体関係とか、大きく売られたところがあると。で、その中でもね、ゼンショーホールディングスは結構大きく下げてるのかなと思いますが、今回はですね、以上になります。で、今、水曜日で、週の真ん中で、木、金とね、為替大きなイベントを控えてますんで、週末にかけて、今日が、後出しになっちゃいますけど、かなりショートでかく取れた日で、で、木、金と、どっか戻り売りというかね、ここからまた円安に行くようであれば、うまいタイミングでショートでね、イベント前に取れたり、その、経済指数でどういう結果が出るかっていうのはギャンブルになってしまうんで、なんとも言えないですけど、その前、発表前のショートは狙っていきたい、週末だなと思いますね。かなり、急激に円安に戻してきたんで、かなり高い水準ではあると思うんですよね。だからドル円145付近も重いし、143から145の間が結構な、重い価格帯かなと思うし、ユーロさっき見たようにね、158。抜けちゃうと、またトレンド変わっちゃうんですけど、今の段階だとね、かなり重いラインかなと思ってます。で、今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、で、こちらのチャンネルですね、よかったら、チャンネル登録をしてですね、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。We'll be right back.